高和駅前海っ子バスは愛知県北郡南千田町が主体となって運行するコミュニティバス。運行はデスクルに委託している。2010年10月1日に廃止された千田バスの西海岸線及び豊浜線を引き継ぐ形で廃止日より新たに町営バスとして運行を開始。運行は千田バスに委託していた。2013年10月1日に 初のダイヤ改正が行われた。豊浜線は山田経由となり朝6時台の10分差の発車ではなくなって朝は3本に減便。朝の時間帯は諸崎線のバスと1分差で発着するため乗り継ぎが困難となった。また豊浜線の内海高校前経由はなくなった。一方、 夜の最終バスは20時34分発から21時38分発に変更され、利便性が向上した。西海岸線は朝と夜に増便され昼は1時間おきのダイヤとなった。また、入札の結果、運行委託先がデスクルに変更された。2015年10月1日に路線及びダイヤを改定。前日で運行を終了し、 同日に廃止された下バスの内海線が西海岸線に組み込まれ、昼間時間帯は、甲和駅から内海駅を経由して、諸崎港まで直通する系統となった。また、登校日のみ運行される甲和駅から内海高校前までの短距離系統が新設された。南北町と美浜町の2区間によるゾーン制運賃を採用している。 海っ子バス車内の窓ガラスに描かれた SKE48 メンバーからのメッセージ2013年7月4日 SKE48 がはずみ先の下避助幕のためモロ崎にやってきた際に西海岸線のバスの窓ガラスにサインやメッセージが描かれたこのバスは毎日運行されているありがとうございます